長風呂対決はカピバラを飼育している動物園の交流を深めるとともにカピバラを PR しようと始まり、今回で11回目を迎えます。伊東市の伊豆シャボテン動物公園からはメスで3歳の湯気が初めて出場し、お湯の中に潜ったり体を伸ばして横になったりとお風呂を満喫していました。対決の結果、優勝は3時間半以上長風呂を楽しんだ栃木県の那須どうぶつ王国の小春で、湯気は3位でした。